森の奥で生まれたからアルババの極楽実況。はい、どうも、はるパパです。ですね、今日はですね、はるパパのサブアカ、まあ、第2弾、まあ、育成日記ということなんですけれども、前回はね、ファーミングっていうのをね、お送りさせていただきました。今回はですね、このように、まあね、弊社をね、今ね、アップグレードしてる最中なので、今回に関してはね、たまたまクラン戦でね、今、私のクランでね、タウンホールレベル4なんですけれども、たまたまタウンホールレベルがね、4のね、相手がね、2個入ってるクラン戦があったので、そちらをね、お送りさせていただこうと思います、うん、で、まあ、クラン対戦なんですけれども、はい、クラン対戦ね、これやったことない人この辺では多いと思います。はい、で、本当の基礎の基礎を、やっていこうと思います。はい、こちらですね、2個前になりますね、こちら。はい、これじゃない、だーっとこれですね、この24番と25番、この村がタウンホール4でございます。はい、こちらご覧ください。まあまあまあ、こんな村でしょう、こんな村っすよ。はい、ただね、まあまあまあ、クラン対戦最初、初めてやる方っていうのはどうやってね、こう対戦勝ったらいいのかと。はい、これ見てください。これクランの城というものなんですけれども、ね、タウンホール4だとね、ユニット枠15詰めるんですよ。うん、で、15詰めるっていうことは、なんだろう、敵に黒バルーンとかね、バルーンのレベルマックスのバルーンですね、黒バルーン、うん、入ってると、かなり苦戦します。はい、で、まあ、僕の編成ね、こんな編成なんですけれども、はい、ジャイアント2の、アーチャー46で、あとはね、援軍にはバルーンを積んでおります。はい、まあね、これ、ね、何がね、こう言いたいかというと、これ見ていただければお分かりだと思うんですけども、対空砲というのがないんですよ。対空砲というのがなければバルーン無双ができるんですよね、もう。はい、それでは見ていきましょう。まあ、こんな感じでピッとピッ、あれ様子見が、あ、こんな感じで、あ、10か、援軍枠10ですね。10、あれ15じゃなかったっけな、10か、うん、まあいいや。はい、で、ね、こんな感じでもう引っ張ってから円で釣るみたいな、円でこう攻撃すると固まってピューっと出しちゃうと、バルーンね、この範囲攻撃なんですよ、このバルーンってものが。なので、まあ、他のユニット、防衛ユニットもそうなんですけども、固まって出してしまうと、どうしてもね、いっぺんに潰されてしまうんですね、迫撃砲のように。迫撃砲怖いですよね、この頃ね。はい、で、これ、黒バルとね、言われてるもんなんですけども、このバルーンのレベルマックス、これ非常に強力です。この頃ね、レベル4とかレベル5ぐらいならね、間違いなく最強の援軍でしょうね。うん、もう、防衛施設ないですからね。はい、こんな感じでバルーン無双という、ね、感じなんですよ。まあ、タウンホール6ぐらいからはちょっと厳しいかなと思うんですけれども、はい、タウンホール4号に関してはね、黒バルをね、援軍を釣り出してしっかり処理をして、援軍の周りにね、アーチャーを 円でこう作ってね、うん、でね、簡単に処理できるので、どんな援軍でも、なので、そこからの、バルーン無双と、うん。で、こちらご覧ください。こちら。ちょ、待ち、ね、これですね。これ、対空砲。これ、バルーンが一番恐ろしいものなんですよ。これ見てください。まあ、クソ村ですよ、クソ村。うん。まあ、大したことない村なんですけれども、一応ね、防衛用援軍、こう、大砲とかね、アーチャータワーとか、迫撃砲とかで固められてるので、ジャイアント一発で射抜けないんですよ。はい、まあ、とりあえずね、とりあえずこう援軍追加しましたって感じで、ご覧ください。見てください、タウンホール4だとこんなにこのスペースが広大な大地に見えるんですね。うん、すごく広々してますよね。はい、ね、こう一匹のアーチャーが駆け巡るみたいな。うん、
飛ばしましょう、もう飛ばしましょう、もうこんなん、もう引っ張ってから円ですね。はい、円でやることによってこうね、なかなかバルーンも殺せないんですよ。うん、アーチャーをね倒せないんですよ。でね、僕このエング処理は OK で、こっからですよ。ジャイアントをターゲット取って、ジャイアントのような体力の多いユニットやターゲットを取って、ジャイアントの後ろからアーチャーとかでね、こう遠距離攻撃で攻撃するとそうすることによってアーチャーってのは本当にアーチャータワーとか大砲からね一発でやられてしまうんですけれども、このようにかなりの多くの数が生き残れるんですよ。ジャイアントをまず先に出して、その防衛施設をターゲットを取ってからその後ろからアーチャーで攻撃すると、はい、もうちょっとねタウンホール5とか6になってくるとウィザードとかね、その辺がね稼働してくるんですけど、まあ、タウンホール4の頃はこんな感じで、これ見てください、これジャイアントが前でアーチャーが後ろから取る、うん、援軍処理とこういう体力のユニットを出して、遠距離を後ろから出す、この2点覚えておく、うん、あとはもう援軍に、黒バルと言われる、ね、ドクロバルーンですね、レベルマックスのバルーンをもらうと。そうすることによってもこんなねクランスネがポイポイですよ、もうポイポイ、うん、はいという感じですね。はい、まあね、この頃って本当に余裕な感じだと思うんですけれども、はい、まあ僕ね、昔別のクランで修行してた、修行というかメンバーだったんですけど、僕は、はい、その頃ね、やっぱり新規メンバーさん、まあ今のように承認制ではないクランだったので。誰でも入ってくるんですよ。やっぱりね、その初心者の方っていうのは本当に援軍処理っていうことをまず覚えましょうっていうことですね。はい、で皆さんもね、タウンホール、まあ始めたばっかり4とか3とか5とかその辺の方、初めてのクランズ対戦とかね、行うと思います。はい、なのでこの動画の方をね参考していただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、今回はタウンホール4のクラン対戦の、基礎ということでお送りさせていただきました。はい、またね、今後も上げていただき、いきますのでよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。